定目線欲しいから。じゃあ反対側見ましょうか。こちらにどこスパイスがバーッていて。安田くん、石川くん、違うんだよ、踊りが。やっぱり、ホットグルービー。わかる？ホットグルービーっていうと、ダンスはディスコよ。はい、オッケー？はい、二人のやっぱりダンス、ちょっと違ってたね。違いました。うん。じゃあね、ちょっと、見てて。はい。オッケー？じゃあ、行くよ。ね？ミュージックスタート！もう今日はセブンティーズ代表としてお越しいただいているわけですから、嬉しいね。でせっかくですから、はい、安田さんと石川さんからセブンティーズのその時代のことを何か聞きたいことあったら聞いてみませんか。はい、安田さん、あのやっぱりセブンティーズっていうとディスコのイメージがすごいありますけど、錦野、うん、さんにとってセブンティーズはどんな時代だったんですか。そうね、僕はちょうどまあその頃は、まあ20代ですからね、はい、ちょうど70年私がこうデビューした頃なんですけど、その頃はね、あの万博が始まって、で71年とぐーっと伸びてきて、はい、皆さん本当に頑張ってた、うん、もう遊びもねよく遊んだ、仕事をして、はい、もうよく足もした。実はですね、はい、マクドナルドの日本1号店のオープンも1971年、アサディセブンティーズなんですね。そうですよね、はい、71年、はい、71年っていうと錦野さんは、僕はいまだに、新曲で歌ってます空に太陽がある限りが出た年でございましてね、はい、はい、あ出た年だ。もう本当にね光栄でございます、マクドナルドさんと一緒にね、一緒に、まあ、その頃はね、まあ、日本もこう豊かになったんですけどね、やっぱりアメリカにねやっぱりこう憧れがあって、はい、まあ、そのそれかこうその象徴がディスコ、ハンバーガー、マクドナルドっていうこと、うん、はい、ね、うん、そうですね。安田さん、はい、クルーのご経験があるんですよね。そうなんですよ、私モーニング娘。に入る前、本当に直前までマクドナルドでアルバイトをさせていただいておりまして、いやあの本当にスマイル0円ですってその頃言ってました。本当に言ってたんですか。言ってました、スマイルくださいっていうお客様もいらしたので。あのですね、これ本当に個人的なことなんですけど、はい、個人的な、私があの初めて会った芸能人っていうのがですね、実はあのスターなんですよ。あ、そう。あの小学生の時に、ね、あの多分地元にコンサートでいらっしゃった時に、はい、あのたまたま見に行って、はい、目の前で愛してるってあの小学生相手にやってくださってあのすごいそれが嬉しくて。あとまあ今回新しいこのアメリカンヴィンテージということでホット&ブルービーというのをあのご試食いただきましたけども、改めていかがですか。いや美味しかった、本当に美味しかった、うん、もうまた一段とね、あのマクドナルドっていうかそのハンバーガー屋さんにこう行くのがね最初恥ずかしくてね。そうですか。今はもう行けるんだけど、その並んでるのがねいろいろ言われるんだよね、やっぱりさ、サインしてとかさ、何食べるのとかさ言われると、それねあまり行かないんだよね。並ぶんですか。本当に並びますよ、もうパチンコ店でも並ぶ結構ね並ぶのが好きになったね、うん、こういうことはあまり味わえなかったから昔はね。もうこの71年、はい、マクドナルドの1号店と、はい、西野さんの永遠の新曲、そう新曲空に太陽、永遠の新曲空に太陽、そうなんね、もう偶然にもびっくりしましてね。ちょうどあの頃っていうのは、まあ、ビートルズさんとかねタイガースさんとかなんか結構、まあ解散した年なんですけども、はい、その日に、まあ、私は、まあ、なスローテンポの歌で出たんですけどね、もうどうかなと思ったら71年に空に太陽がある限りっていうね、
本当にやっぱ太陽を浴びながらハンバーグもうねこう海岸のとこでさってこう、はい、バッチリ合うでしょ。バッチリです、うん、まあね、ぜひ今度やっていただきたい。今度釈迦になってもらいたいな空にハンバーガーがある限りちょうど丸だからね、はい、うん、太陽の代わりに、ね、太陽のピカーッと光ってねこれはヴィンテージ問題はとか違うか。いや舞ちゃん本当にすごいあのいい子なので、あのニューヨークに行っても多分能天気にあの明らかんと生活できる、すごい本当にこうなんか自然体の子なので、うん、なんかこうニューヨークに、私たちニューヨークに呼んでもらいたいねって言って、そうだね、舞、はい、ちゃんにお願いしようと思います。おめでとうのメールとかまだしてないんですけど、はい、でもまあみんなですごいねっていう話はしてました。石川さん何かあります？私も朝あの寝ぼけながらテレビでわー決まったんだと思ったので、うん、でもうすぐここに来たんで後でメールしてみます、ね、7年で160億。あー、でもマックどれぐらい食べれるか、いっぱい食べれますね。ただね。